日本や北陸は今日も午前中心に強い雪に注意が必要です。内藤さんと最新情報をお伝えしていきます。こちら新潟長岡の動画いただいていますけれども、はい、この時間も雪が降っている様子が分かりますね。そうですね、はい、時折、雪の粒が横に流れている状況が見て取れますね。はい、はい、強い雪の降り方、そして風も強いという状況です。引き続き、まあ、今日の前半まで、風雪大雪に注意をしてください。はい、では現在のお天気、皆さんからの報告で見ていきましょう。はい、10分天気、過去1時間の状況です。北陸から北の日本海側を中心に、雪の報告、黒い報告はドカドカという強い雪の降り方、そして北海道を中心にしてはピンク色、吹雪、ブワーという報告をいただいているような状況ですね。はい、はい、まあ、上空の寒気、最大の峠は越えてきたという状況ではあるんですけれども、まだまだ今日のお昼過ぎにかけて、はい、多いところでは1時間に5センチを超えるような強い雪の降り方、そして瞬間的に20メートルから25メートルを超えるような、風速、こういった状況が残ってしまいそうです。はい、ではこの後どうなっていくのか見ていきましょう。はい、まずは朝9時の予想天気図です。はい、予想天気図見てみますと、北海道の東の海上で低気圧が引き続き発達中という格好ですね。はい、この影響で北日本とそして東日本では等圧線の間隔が非常に混み合った状態、今日の前半にかけて継続します。北海道方面では今夜にかけても等圧線の間隔の方は割と混み入った状況ということになりますね。この方面を中心に北寄りの強い風、日中いっぱいは少なくとも覚悟しておく必要があります。はい、ではこの後の降水予想です。はい、まあ、日本海側の冬型の降水、まあ、ほぼ雪ですけれども、まあ、午前中を中心に、強く降るところがありそうです。1時間5センチを超えるような、場所によって10センチくらいの雪になるところもありそうです。はい、お昼を過ぎて以降は、東北そして北海道方面へと強い範囲は少し後退していって、徐々に、雲の隙間は出てくる予想ではあります。はい、ただやはりあの風の強い状態はね、日中は東日本、そして夜になっても北日本ではまだ残ってしまうということになりますので、はい、雪が少し収まってきても地吹雪含めて見通しの悪化には注意警戒が必要かと思います。はい、この後も雪や風にお気をつけください。最新情報をお伝えしていきました。この後もウェザーニュースのアプリで最新の情報をご確認ください。